受験生なのにやる気が出ねえとか甘えてんじゃねえよとかねあとは「なんとかなるわけねえだろ」うとかそういうことを言いたいんですけどまあこのチャンネルは中学生が多いんですよまあ高校生もいますけどでまあ高校受験を考えた時に高校受験ってねなんとかなっちゃうんですよねっていうもなんとかなっちゃうことがあるんですよ。皆さんの知り合いとか身の回りにまあ先輩とかでね 全然勉強してなかったとめちゃくちゃ遊んでたし勉強のべ文字もなかったけどあの先輩高校受かってたよなみたいな人がまあいる方というか思い浮かぶ方もいると思います実際そういうことが起こりますなぜなら倍率がそんなにいかないんですよ高校受験ってその地域でだいたい戦っているのでもちろんこれ越境とかというかね、まあ、遠くから受ける方もいますけどなので 元々の母数が少ないんですよね、まあ、1.2倍とか超えるともう高い方じゃないですか高校受験って、まあ、地域性もありますけど、まあ、2人に1人は受かるわけですよ普通 1. 何倍とかの戦いなので、まあ、それでもねもちろん初受験人生初受験の方が多いからそれもプレッシャーになるんですけどなので下手すると倍率定員割起こして1倍いかないこともあるわけですよ。それでで受かかかっっちゃう方もいるわけですだから全然勉強しなかったのに 受かるなんていうことも起こるんですよだからそういった意味では今みんなもし勉強してない受験生がいたらなんとかなるかもしれないです実際に、はい。でも覚えててほしいのはなんとかなるって100%確証ないですよ落ちるかもしれないんですよ落ちた後のことをしっかり考えてますかっていうことはぜひ肝に銘じておいてほしいと思いますあのいろんなことを頑張んなきゃいけない時っていうのは まあわらにもすがりたくなるというかなんとかなるっていう部分にすがりたくなるんですよ。誰かかがが助けててくくれんんじゃねえななってすがりたくなるんですよいやめちゃくちゃ分かりますよ。自分も高校受験も大学受験も最後の最後まで落ち続けたので高校受験も後期だったし前期まで落ちたしね大学受験も私立落ちて前期落ちて後期でやっと引っかかったからわらにもすがりたくなるんですけど受験って 助けててくれるのって自分しかいないなんですよ最終的には戦うのは自分なんでで時間は返ってこないです帰ってこないんですよみんなが今やる気ねえなって言ってダラダラしてる時間も返ってこないですもちろんいつも言うようにメリハリは大事なんです24時間ずっとずっと頑張れっていうのは違いますそれは間違っている睡眠時間は削っちゃダメですちゃんときっちり寝るんです寝るし休憩も大事なんです 遊ぶこととも個人的ににはは大事だと思ってている受験においてはでもやるときはやんないと今の現状みんなが例えば模試とかで判定が足らないとか偏差値が届いてないとかそれが何もしないで急激に A 判定になったり偏差値基準を超えたりっていうことは起こらないですなので是非帰ってこない時間時間は帰ってこないなぜか2回言っちゃいましたけど。 帰っててこないので後悔のないいいのので後悔あと数ヶ月を過ごしてください自分もそのためにできることそんな大きなことはできないですけど動画投稿したり、まあ、今回はちょっとこうやってね嫌な感じの話をしてますけどこうやって話してもうちょっと頑張ってみようって思ってもらえるような動画も作っていきますんで是非残りの受験期間あと数ヶ月後悔のないようにメリハリきっちりつけて頑張ってもらえたらと思います。